新型コロナウイルスの感染者が県内で新たに325人確認されたことが分かりました感染者は4日連続で300人を超えています県は今日午前10時までに新型コロナの検査を2124件を行い新たに325人の感染が確認されたと発表しました自治体別では金沢市が130人、加賀市が59人 野見市が26人となっています感染経路別では感染者と接触があった人が83人感染経路がわからない人は全体の74%に当たる242人となっています年代別では10代が62人と最も多く30代が60人、20代が49人となっていて 30代以下が全体の68%となっていますまた直近1週間の新規感染者数は2152人で6日連続で増えています